ヘレナ・スパローは、ボフスラーウ生まれの医師、微生物学者であった。学位は PhD。公衆衛生の先駆者の一人である。第一次世界大戦後のポーランドでのチフス対策、1960年代のポーランドとチュニジアでのジフテリア、小口熱、斑点熱、皆既熱の予防接種の国家プログラムを主導したことで知られる。スパローは1891年6月5日、キエフ総督府のボフスラーウで生まれた。両親は1890年に結婚。父親はレオポルド・スパローでイギリス出身の判事。母親は親が医師の X ステファンスカ。キエフのポドルスキー女子高校で金メダルを獲得して卒業。1909年にキエフ大学の医学部に通い、1915年に医学の学位を取得した。第一次世界大戦が始まった翌年の1915年、スパローはロシア軍の伝染病管理に携わった。1917年にロシア軍の外科医のロバート・フォン・クーゲルゲン男爵と結婚し、翌年娘マリーが生まれている。1917年、ユリエフ大学の附属病院でアレクサンダー・ゼリスラボビッチ・ビリーナ教授の指導のもとに働いた。1918年、スパローはキエフに戻り、ボロディミール・リンデマンが指導するキエフ女子医科大学の細菌学研究所で働いた。そこでクロントブスキー・アントニノビッチらと共に発疹チフスの研究を行っている。ウクライナは1917年10月のロシア革命をきっかけに内乱状態となり、1918年3月にはドイツ軍、1920年にはロシア軍、ポーランド軍、ロシア軍と相次ぎ占領されることとなった。最終的には1921年のポーランド・ソビエト・リガ平和条約により、ソ連の一部ウクライナ・ソビエト社会主義共和国の状態で安定した。スパローは1920年のポーランド・ソビエト戦争を機に、ポーランドに移住して、ルドビク・ライヒマンが指導する衛生研究所で働いた。1921年に、リビウ大学のルドルフ・バイグルと共同で発疹チフスの研究を実施。1922年に、衛生研究所の課長級となった。1923年には、ポズナン大学で2つ目の学位を取得。1923年、スパローは国際連盟から助成金を受け取り、フランスのパスツール研究所での短期インターンシップが認められた。スパローはそこでアルベール・カルメット、カミーユ・ゲランと共に結核を研究した。1924年、スパローはパリのパスツール研究所のアレクサンドル・ベスレド科の研究室で微生物学を研究するため、再びフランスに送られた。この時スパローは、その後のチフス研究に大きく関わりを持つ細菌学者シャルル・ジュール・アンリュニコルと出会う。1925年、パスツール研究所はシャルル・ニコルと共催でチュニジアでのチフスの流行状況を研究した。チュニジアでは弱毒化したチフスリケッチアを少量繰り返し注射するという流行性チフスに対するワクチン接種の研究も続けられた。1928年、スパローは初めての教職としてワルシャワ大学医学部の准教授になった。1928年にワルシャワ大学で博士号を取得。博士論文のタイトルはチフスに対するワクチン接種の問題だった。さらに、同1928年に衛生研究所の予防接種サービス課長となると、予防接種キャンペーンの組織化とコレラ発生の調査が職務に含まれていた。1931年、ポーランド政府はスパローをシャルル・ニコルに同行させてメキシコとグアテマラのチフス流行を研究させた。1933年、シャルル・ニコルが所長を務めるチュニジアパスツール研究所に赴任し主任となる。同年、フランスの市民権を獲得。スパローはそこで過去に学んだルドルフ・バイグルの開発した手法の導入を行った。この手法には、シラミの実験室培養が必要で、スパローの専門知識は、チュニスのパスツール研究所でのチフス研究を大きく加速した。スパローの専門知識には、ワクチン開発、殺虫剤の使用法、チフスとチフスに似た症状を起こす他の細菌との分離技術などが含まれていた。1933年10月、農学者のフィリップ・ジェルマと結婚。以後は、H・スパロー・ジェルマ名義でも論文を投稿している。1935年からは、超チフスワクチン開発の基礎として、マウスウイルスに取り組み、1940年に、ポール・デュランと共に、ドラン・スパロー校長、チフスワクチンを開発した。またスパローは、ロッキー山高反熱ワクチン開発を目指して、高反熱の病原体培養を進めた。1949年からは結核に対する BCG ワクチンの推進責任者を務めた。1955年からは世界保健機関の要請でエチオピアにて怪奇熱の研究を担当した。1956年、チュニスはフランスから独立した。スパローは夫のジェルマと共にコルシカ島に移り住み、1970年にコルシカ島で亡くなった。ペストの実験動物にはモルモットが使われたが、ペストに感染したモルモットの症状は直腸温が上昇するのみであり、当時の技術ではペスト以外の病原体を完全に排除することは難しかった。スパローは実験に使われた病原体がチフスであることを証明するため、1921年12月25日、感染したモルモットからの採取物を自らに注射し、チフスの同定に必要な症状をすべて発症した。幸いこの時は治癒した。在チュニス時代、当時はまだ安全な発疹チフスワクチンを作ることが難しかったので、スパローは抗原としてラットチフスを代用、ボランティアに接種した。また顕微鏡観察の技術にも優れており、1938年にはネズミに存在した非常に似た2種の病原体を識別したと報告されている。第二次世界大戦中、スパローはチュニスに逃れてきたフランス人難民やポーランド脱走兵を受け入れた。1942年12月、作家のアンドレ・ジッドは前月から枢軸国占領地になったチュニスに入ると、潜伏、翌1943年5月に連合国が来るまで隠れていた間に、フランス人コミュニティの昼食会を催したり、出席したりしたスパローの姿を日記につけている。また1943年1月1日には、スパローが泊まっていたアパートに不発弾が落ち、直後の1月6日には隣接する2軒が破壊されたとも記した。スパローは、著書と協調を合わせると、以下を含む103本以上の科学論文を発表している。ありがとうございます。